僕が最初神様に出会ったのは2年前の夏のサマーフェスタに僕が誘われてここのチャーチに来て神様に出会いました。でその時にチャーチのみんなが家族だよとか、トマヤは愛されてる存在だよっていう言葉に自分の中で本当に愛についてすごい考えてて、神様からありのままの姿でいい、本当に隠さなくていいって知った時に本当に自分に自信がついたし、本当にそれを何より家族に伝えたいって思った。僕は本当に家族から愛されていたし、何不自由なく育ちました。本当に愛されてるっていうのは感じたけど、でも本当にお父さんやお母さんが激しい喧嘩をしたり言い合いをしている姿を見た時に、本当に自分にその怒りが来ないように、本当に自分が怒られないように、本当にありのままじゃなくて偽りの姿を装っていたし、本当に何よりそれから逃げて本当に自分の部屋でこもっていたり、本当に家族っていうよりは別のものだった。僕がエリア君に誘われて家に、エリア君の家に泊まった時に、本当にクリスチャンファミリーで一人一人が偽りのない明るさ、本当に一人一人がありのままの自分でいて、それが家族なんだって思った。またいつかは本当にクリスチャンファミリーみたいに神様のこと話したり、本当にありのままの姿で和気あいあいとした家族になっていきたい、その思いを持った時にお母さんが乳がんであることを知った。でその時に僕の中でこの後どうなるんだろうとか、すごく不安、葛藤があった。でそのネガティブを取り除いてくれたのはヒズコールファミリー、神様だった。そしてお母さんの乳がんも神様が癒してくれた。その時みんなが祈ってくれて励ましてくれて、でそれをお母さんに伝えたら、教会は行かないって言ってたお母さんが教会に来て神様の愛を知って、今では本当に日曜日の礼拝を毎週来て本当に神様を礼拝しています。家族が変われ、絶対ここでファミリーが救われるのを僕たちがリードできるように一緒にお父さん、お母さん、お姉ちゃん、おじいちゃん、おばあちゃんが救われるのをリードしていこう。そして家族に愛を伝えています。そして本当に家族が変わる確信、本当に家族が救われる確信しか今ないです。そしてお母さんは本当に僕の一番の理解者です。いつも祈ってくれたヒズコールファミリー、そして僕に励ましを与えてくれてた神様に感謝します。ありがとう。応援してくれて励ましてくれてるお母さん、いつも本当にありがとう。